札幌市立北新中学校は札幌市北区に所在する公立中学校。前進校は1931年に高等科、単オケ、小学校として設置、開校された旧制札幌市第一高等小学校。1941年に国民学校令の施行により高等小学校は国民学校高等科となり、 札幌市第一高等小学校から札幌第一国民学校に名称変更。1947年には学生改革による新生中学校の発足に伴い札幌第一国民学校の校地校舎等の施設を転用して設置、開校された。道路を挟んだ北側に札幌市立幌北小学校が隣接する。校舎は4階建てで、 3.24階の北半分が屋内体育館となっている。主な入学小学校は北九条小学校、幌北小学校、白陽小学校、三河保小学校である。同校は文教室として北海道大学病院内に院内学級を開設している。北大病院に入院している中学生のための特別支援学級で入級するためには、 札幌北新中学校への転校手続きが必要である。なお、北大病院に入院している小学生のための特別支援学級である札幌市立幌北小学校の文教室も併設されている。2010年度読書活動に関わる研究実践校。調和の取れた人間性豊かな生徒の育成札幌市営地下鉄南北線北十八条駅より徒歩 約2分。遠隔、幼稚園、学校での読書活動推進事業。札幌市。2021年5月25日閲覧。藤村久和ほか、プレイバック高校時代4福竹書店。1984年 P128。ありがとうございます。